紗子作海が聞こえる第4章リカ子再び東京旅行が学校にばれたのは本当にアホらしいきっかけだった僕らが肩を並べて東京行きの飛行機に乗ったのを同じ便に乗っていた父兄が見ていて学校に連絡を入れたのだ狭い町の小さな空港だから 誰かに見られていたとしてもしょうがないとはいえ、笑えるくらい単純なものだ。物事とはそうしたものだ。学校から連絡をもらったリカ子の母親はびっくり仰天して、小浜の家に電話をした。その電話に出たのが小浜本人で、いろいろ問い詰められて、小浜がすべてをゲロしちゃった。そういうわけだ。そういったことを僕は昼過ぎに家に帰ってから、 母親にネチネチと説明された。とはいえ、母親は思ったほど、というより、全然怒っていなかった。あんたってほんと、時々わけのわからないことする子やね。武藤さんって子に同情してついてったの。うん。としか言いようがないので、僕は洗濯機に旅行中の洗濯物を放り込みながら言った。 武藤さんのお母さんもお気の毒よね。母親は僕用に遅い昼飯の焼きそばを作ってテーブルに置いた。元旦那さん、もう再婚寸前で相手の女の人と同居しちゅうがやってね。奥さんたら、私はもうお気持ちの整理がついてるんですけど、娘は父親びいきだから知ったらショックだろうと思って黙ってたんです、なんて、ゆうべの電話で言ってらしたけど。 えぅ、ー。それじゃあ、お父さんと会わせたくないわよね。親の心こ知らずって言うけど、リカ子って娘さん、お母さんのこと、恨んじょったらしいわね。僕は焼きそばを食いながら、母親の話を黙って聞いていた。今回のことで、母親二人は電話で連絡を取り合い、いろんな話をしているうちに意気投合したらしいのだった。いや、 母親族というのはすごいもんだ。まあ、お前がついて行ってやってよかったわよ。一人じゃ、リカこさんも辛かったろうしね。あたし先生にそう言ったのよ。たくもちょっと考えなしだったけど、武藤さんに同情したんだろうし、今回はまあ、しょうがないんじゃないかって。驚いたことに、うちの母親の反応はそういうものだった。母親の連帯感というのも、 バカにはできないと、この時ばかりは感心させられた。僕の思わぬスキャンダルに起こったのは、意外にも弟の淳、ただ一人だった。おい兄ちゃん、お前のせいで、明日から行くはずだった道後温泉、パーになったが焼きな二階から降りてきた淳は、僕が焼きそばを食ってるのを見るなり、そう言った。我が家では、ゴールデンウィークの後半に、道後温泉に家族旅行に行く予定だったのだ。 こんな時にのんびり温泉行ってたら、学校の印象が悪うなるって、母さんが一人決めしてよ。父さんはいいよな。温泉より釣りに行きたがってたからよ。けど、俺はどうすんだよ。責任取れよ。小遣い8000円、やるよ。そんなら許しちゃろ。我が家の騒動は、それくらいのものだった。それでも連休最後の日、 僕は母親と一緒に学校に呼ばれた。校長室にはリカ子とリカ子の母親がすでに来ていた。リカ子の母親がすぐに立ち上がって、奥さん、今度のことでは本当にご迷惑をかけて、本当に、と言い、うちの母親は母親で、いいえ、うちのこそ、お調子者だから、きっとお嬢さんに同情して一人で跳ね上がった真似したんですよ。 この子悪い子じゃないんですけど先っ走りっていうのか時々一人ガテンしてわけのわからないことするんですよ救いも何もないような言われようだった母親同士がそういう挨拶を始めると校長や教師といえど口出しできない校長の横に立ったままのクラス担任の川村も苦にが,にがしげに黙っていたそんな騒ぎをソファーに座っているリカ子は 平然として眺めていた。皮肉な表情でもなく、反抗的な態度でもなかった。この東京旅行で起こった全てのことを自分一人の胸に収めておこうと決意しているように、理カ子は静かに沈黙していた。その後僕らは、どちらかといえば丁寧にお説教された。きっと二人の母親が同席していたからだろう。 お父さんに会いたかった気持ちはわかるが、お母さんに嘘をついたのはいけない。というようなことを理カ子は言われ、僕は、クラスメイトのために何かしてあげるのはいいが、常識の範囲内でないといけない。と、理カ子のお説教よりは、よほど持って回った遠曲な言われ方だった。僕は素直に聞いていた。何と言っても、男女二人の泊まりがけの旅行はまずい。 最後に校長先生は、今回のことは私の判断で職員会議にかけません。家庭の事情なども終わりで理解できる範囲内のことですから。というようなことを言った。どうでもいいことだけれど、うちの校長先生の口癖が範囲内というのであることを6年近い学校生活で初めて気がついた。学校を出た後、母親同士は どこかでちょっとお茶でも、と言い出した。よくあることだ。リカ子は上の空の感じで、私、先に帰ってる。と言って、さっさと帰っていった。僕も帰りたかったのに、リカ子のおばさんに強引に引き止められ、母さんにも引き止められて、しぶしぶついていった。<laughs> 喫茶店に入ってから、リカ子のおばさんは、しきりと東京でのことを聞きたかった。 とりわけ、父親と会った時のこと <laughs> いや、僕はマンションのとこで別れて、その後ホテルに行ったから何も知らんがです。<laughs> わざとコーラをずるずる音を立てて飲みながら、僕はあやふやに行った。おばさんはしきりとため息をついた後、僕の母親とべちゃくちゃ話し始めた。二人の話で、 帰ってきたりか子はすべてに沈黙を押し通して親子喧嘩もしなかったのだそうだ。それがますますりか子の母親には不安なようだった。あの子、本当に父親びいきやったから、ショックだったのはわかるがですけどね。そういうものよ、奥さん。こういうとき、娘だと扱いが難しいものよね。その点、息子なんかだとすんなり。ええー、弟の方はね、 もともと前ん気味だったのが、こっちに来て治っちゃったでしょ。気候が良かったのね。友達もすぐにできて。なんとも平和なおしゃべりが続いた。前作が治ったから息子が楽で、娘は扱いづらいというのも、ずいぶん勝手な論理だなという気はしたけれど、黙っていた。理カ子のおばさんは、もともと高知出身だから、母さんとしゃべるときは、時折地元言葉が入り、 いかにも地元の人という感じがして生き生きしていた。それがどんな時でもキビキビした標準語を話す理科ことは別種の人という印象だった。でもあの子も父親に会ってすっきりしたと思うわ。気持ちの整理もついたがやね。父親のことは一言も言わないけどこれからどんどん勉強してこっちの大学入るってゆうべはそういう話になって。あの子 これまでは大学は東京に行くと決めてたらしいのよ。でも、東京の大学なんて、学費や生活費のこと考えるとね、父親の援助も当てにならないし。その後に続くおばさんの話では、あの父親も特別金持ちというわけではないらしかった。たまたま親譲りの土地があって、そこにマンションが建ったので、10日交換で何億もするような部屋をもらえただけで、 元は普通のサラリーマンだという。と言っても、財閥系の商社の名前が2、3回出たから、そういう会社に勤めているようだった。僕は空になったコップを揺らしながら、ぼんやりと母親2人のおしゃべりを聞いていた。理カ子はこっちの大学に行くのか。うーん。それが引っかかったのは、多分僕がすっかり東京進学を決めていたからだろう。 それに、りか子が地元の大学に入るというのは、ちょっと意外だった。けど、東京に行ったところで、昔の友達には別口ができてるし、父親は再婚するらしい。りか子の居場所はないわけだ。かといって、こっちにりか子の居場所はあるんだろうか。喫水の土佐女という感じのおばさんのおしゃべりを聞きながら、僕はふと、どこにも居場所のない、 理カ子の寂しさなんかを想像した。むごいなぁと思った。理カ子は本当に、小浜みたいな地元にべったり根を生やしたことをもっと仲良くなって、うまくやった方がいい。その方が、えい。連休が終わり、学校が始まってからも、理カ子は小浜由美と仲が良かった。 小浜以外の女子とは相変わらず付き合いもないようだったけれど、ともかく小浜とだけは仲が良かった。今になって小浜が理カ子に利用されてたような気がすると言い出したのはよくわかる。理カ子は小浜と仲良くやることで母親をうまく騙してコーに馴染んだふりをしていた。その裏で着々と東京の大学を受験する準備を進めていたのだ。 理カ子はもともと、高知の町に愛着なんかなかった。だとしたら、小浜以外の子と仲良くなる必要もないわけだ。だから、松野にもあんな態度を取れたんだろう。松野が不意に遊びに来たのは、一学期の期末が終わった日だった。ひどく暑い日で、僕は部屋でランニング姿で扇風機に当たりながらジャンプを読んでいた。 タイムが待つのだった。待つのは学校帰りだった。お前試験どうだった部屋で観光ラを飲みながら僕は言った。連休後の実力テストでも中間テストでも、待つのはあまりいいランキングじゃなかったのだ。どうもダメだ。夏休み2週間くらい大阪行ってくる。 松野はさすがに参ったというように笑いながら、大阪の大手の予備校の名を言った。その予備校は夏休み中寮で合宿しながら集中講義をしていて、結構成果があるので、うちの6年生の特に国立狙いの男連中は、毎年何人も参加していた。うーん、松野が合宿か。そんなに悪かったかか。<laughs> ここんとこ。 ちょっと下がり気味やき。気分変えた方がいいしさ。松野はあやふやに笑って、不意に真面目な顔つきになった。変なこと聞くけど、怒らんでくれや。お前連休の時、武藤と旅行に行っただろう。お、おう、言った。僕はぎょっとしたものの、素直にうなずいた。ぎょっとしたのは、不意をかれたからだった。 どうして知ってんだ <laughs> どうしてってっ結構噂になっちゃったがぞお前気づかんかったのか気がつかんかった松野はお前らしいなぁと笑いながら噂になっていたがお前があんまりぼーっとした態度なのとりか子もすっかり無視を決め込んでいるのでいつの間にか立ち消えになったのだと話してくれた「お困りがけの旅行」ってんで面と向かって冷やかすにはやばいやんか わどい話だし。だから裏でひそひそやってたんだなふー僕は噂になっていたことよりも噂になってたことを松野から聞かされたことで結構きついものを感じてもじもじしていた松野が理華子のことを好きなのは知っているんだしここは何かちゃんとした説明をすべきじゃないのかと思えば思うほどすんなり出てこない感じだった あのな、どういう噂になってたか知らんけど、武藤はさ、父親に会いに行っただけながぞ。それは聞いた。聞いたって誰に小浜にか小浜なんで小浜ながな武藤本人だよ。びっくりしている僕に、松野はちょっと恥ずかしそうに顔をしかめてみせた。たまたま図書室で会って、帰りが一緒だったから聞いたがよ。 武藤のやつまたその話なのとかえらく怒り出してよ。確かに森崎君と東京に行って同じホテルに一泊したわよとか言ってた。それいつだよ連休のあと5月の半ば頃かな。松野はあっさりとしたものだった。僕は飲んでいた缶コーラを机に置いてベッドに腰掛けていた松野を見返した。 お前、成績こけたのそれが原因かよ。いや、こけたとしたら、その後がまずかったがやね。むと、そんな噂で結構必死ってたんだな。ホテルで一緒に泊まったけど、それがあなたにどういう関係があるのよとか、突っ込んできたさ。ああいう突っ込みって、すごいよな。うん。俺って、慣れてないからな。 松野はしみじみとした口ぶりだった慣れてない松野は情勢を見極めもせずに好きだと告白したというのだった僕は絶望的な気持ちになった武藤んて言うたコーチは嫌いだし土佐弁しゃべる男も嫌いやと全然恋愛対象にならん。 そんなこと言われたらゾッとするって言われてしまった。ゾッとするのか。らしいぞ。結構きついものがあるぞにゃま、夏休み中に気分変えるわ。その後、二組の田中がそれまで付き合っていた四年生の子に受験勉強に時間を取られて会えないのが嫌だからと振られたとか、五組の糸井が同じ大学の同じ学部志望なので、 一緒に合宿に行くつもりだとか当たり障りのない話をした松野が帰ってから僕はベッドに寝そべって長いこといろんなことを考えたそうか噂になっていたのか僕は全然知らなくて理カ子の方では噂に敏感になっていてヒステリックになっていたのかとかそんなことを 東京でひどい目に遭ってきて、帰ってきて、ろくでもない噂をされてるとなれば、気するのも当然だ、しょうがない。と思ってみても、それでもりか子の松野に対する態度はひどすぎる気がした。5月の半ばにあったことを7月になって聞かされたことも答えていた。それまで松野はずっと、僕とリカ子が同じホテルに泊まっていたと知りながら、黙っていたわけか。 同じホテルに一泊ったって、あいつが押しかけてきたんじゃないか。考えれば考えるだけ、気持ちが収まらなかった。次の日の朝、小浜と一緒に笑いながら教室に入ってきた理香子を見るなり、前の日の怒りが蘇ってきて、僕は立ち上がって、理香子の前に立った。ちょっと話があるんだ。来いよ。何よ りか子はびっくりしたように目を見開いて、それでもついてきた。教室には半分くらいクラスメートが来ていて、僕らが教室を出て行くのを面白そうに見ていた。特に女子がすごくて、肘でつつきあっているのがよくわかった。その時になってようやく、なるほど、噂になっていたわけだ、と実感できた。その時の僕の態度、りか子を強気で呼び出すとかそういったことは、 それまでのクラスメイトの疑惑と期待に十分応えるものらしかった。どうかしたの廊下の窓際の壁に寄りかかって、理香子は迷惑そうに顔をしかめた。あんまり学校や教室で話しかけない方がいいわよ。目立つから。お前、待つのに東京で同じホテルに一泊したとか、ユータがやってな。行ったわよ。 押しかけてきたのはお前だろう。変なこと言われて、迷惑してるのはこっちぞ。何よ。りか子はひるんだように、上目遣いに僕を見た。それまでりか子は、僕のことを、使い勝手のいい、便利な、気のいい男だとしか思っていなかったはずだった。バシリのような男と思ってたやつが、不意に強気に出てきたので、心底びっくりしているようだった。 お前のおかげで、ひで迷惑したよ最低だよ、お前は言い終わるのと同時に、りかこがぴしゃりと僕の方を打った。多分、あのジャニーズ岡田なんかに、面と向かって、お前は最低だ、と言われたことはなかったのだろう。むしろ、大事に大事に、ご機嫌を取られていたに違いない。りかこは、そういうタイプだから。なのに、 引っ張り最低だと言われたショックのあまり、つい手が出たという感じで、どちらかというと弟をぶつような、そんなに力のない平手打ちだった。僕はすぐさま、ほとんど反射的に理カ子の方を打ち返した。自慢じゃないが、僕はそれまで相手が弟であれ、平手打ちをしたことがなかったので、力加減がわからなくて、すごい音がした。理カ子はよろめいた。 そのよろめき方で自分の平手打ちの威力を知り少し青ざめた。話ってこれだったのもういいでしょリカ子は顔を真っ赤にして頬を押さえもせずにさっさと教室に入っていった。そういう時でも憎まれ口が出てくるのが彼女のすごいところかもしれなかった。僕はリカ子に遅れて教室に入った。 教室にいた連中のほとんどが、あっけに取られたような顔で僕を迎えた。理科子を殴ったのを見ていたのだ。僕は息を弾ませながら席に着いた。興奮していたのだ。それ以後、僕とリカ子はほとんど口をきかない中になり、それでますますクラスの連中は僕とリカ子の中を何かあると確信したようだった。 朝潮シやもうなんかもその口だ。しかし、何もなかった。それだけは確かだ。僕とリカ子の間には何もなかった。残念なくらい何も。何もなかったということをリカ子が誰にもないで東京の大学を受験していたとか、もう東京に来ているとかいうニュースを聞かされた後、僕ははっきりと思い知らされた。 そしてそれはやっぱり寂しいことだった。僕はりか子が好きだった。